ヘイヨーケンスメッシュじゃあ今日もねくらやっていくんですけども、今日はですね、開発ビルドを使って、次のね、アップデート内容を、先にね、遊んでいこうかなと思います。ということで、もう一本動画が上がってくるんですけども、そちらではね、今回このバトルバナーのね、一新っていった部分で、このデコレーション機能とかどうのこうのっていうのをね、詳しく話してるので、ぜひ見てください。そしてね、この音量設定が、できるようになったので、この画面録画しながらゲーム音も入れることができるってね、これはもう念願の機能が実装されました。まあもろもろね、今回で何が変わったかって動画はね、別でまとめてるのでぜひ見てください。さあ、そして今日じゃねえわ、今回変わったのはですね、このフレンドバトルにデュエルが追加されたことですね。デュエルっていうのは、その一度使ったカードは次使えないよっていうものなんですよ。で、3本勝負って言って、まあ、2先の勝負ですね。2先の勝負で、まあ、大会とかで主に使われてるよって言った部分です。今日はこのデュエルフレンドバトルと、デュエルフレンドバトル、禁止&選択ってもの。この2種類を、ライキ・ジョーンズと、一緒にね、先行プレイしていこうと思います。ということで、デッキがね、今まで通りこんな感じで1から10まであるんですけども、ここのですね、左上にこの黄色のやつを押すと、デュエルデッキってものが組めます。これ、クラン対戦2にね、あったものです。これで、じゃあ、マイティー枯渇で、ここのロケットとかウッドはもうこれ1個に使えませんよっていう。今これが、8×4 で32枚。はい。32枚のカードを、使ってデッキを組んでるっていったところでございます。まあ、見てもらったらね、早いと思うので、早速デュエルデッキ、デュエルの方ね、やっていこうかなと思ってます。さあ、ということで、フレンドバトルでデュエルフレンドバトルを出します。いや、これがマジで念願の機能で、2年前ぐらいにクラン対戦2が実装されて、そこでデュエルがあったよね。で、大会で、去年かな、去年の、公式大会で、デュエルってものが、まあ、すごく扱われてて、てかその前くらいかな、デュエルってものがすごい、大会で扱われてたのに、そう、扱われてたのに、このゲーム内にないから、まあ、みんなこの自分でカードかぶりがないかどうかを確認しながらやらないといけなくて、カードかぶったらそのゲーム負けとかだったんですよ。だからそういうのがなくなるっていうのがすごいいい。だから今後ね、こう企画とかでもそうだし、友達とフレバトするときとかも、このデュエルモードでやると簡単に、できるし、いろんなカードを使えるっていうのがね、すごい良さがあるかなと思いますね。だから友達で、あいつ毎回フレバトの時エレジャイ使ってきて、マジ腹立つわみたいになると思うんだけど、このデュエルだとこんな感じでデッキをあって、あれちまったよ。つか俺自分でこれ見出し作ったから忘れてるわ。じゃあマイティー枯渇でいきます。これ自分でこの見出し作ったから忘れちゃうわ。はい、ということでよろしくお願いします。さあ、新しいスタンプでもね、打っときましょうか。さあ、ファイスピ出してあげて、さあ、バレル投げます。相手はスケね。ザップ相性良さそう。グッドゲームですね、これはもう。相性良さそうな顔してるもんね。え、ザップファイスピって何？ザップファイスピってなんだ？あーね。はい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 。クエイコフね。なるほど、これはもうマイティがめちゃめちゃ強そうなんで、流していこうと思います。さあ、そして。いやー、ここのザップうまいですね、相手。おう、やるな、これ。やばい。やばい。怪しいな、このバレル。いやー、ちょっと待ってくれ。グッドゲーム来たわ。さ、これきついやろ。あ、ミラーザップだ。おっと、誰がおったよ、お前。言うてますけど。うわー、さっきのスケ追加のあれうまかったね、ザップ。どうしよっかな、これ。相性絶対あるのがいいんだよ、相手バレル完封できねえぞ。ザップ、で、吹き矢だってめっちゃ強いしな。マイティ出します。でもこれ攻めちゃいましょう。はい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 。ロケット打ちます。で、これで防衛してあげて、
バレル流して、まあ、ミラーザップだったら完璧できます。はい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 、なるほどね。うん、はい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 、なるほど。どうなるこれ。さあいい、グッドゲーム。ということで、はい、まずね、はい、1勝目勝っていったのは剣詰氏、こんな感じで 2回先に勝てば勝ちですね。でこれデッキ覚えとかないと、なんだっけこれ、あと俺トルネのやつなんだっけ、マジで覚えてないのダメだな。でこれ相手が使ったデッキでした。さあホグか、相手コカつきそうなんで、これトルネで、はい、多分コカつきますこれ。わかります。ただミラー使ったからコカつこないか。さてとどうしようかな。いやートルネードあるかな。なるほどね、これはペッカロリババはあいつです、ペッカラムです。なので勝ちたい。ザッピー出してあげて、とりあえず処理、とりあえず処理してあげて、うん、まあゴルナイ出しときましょうか。うーんでドリル飛ばして、はいはいはい、まあゴルナイでどついとくと。でまあ今回は墓石で守りましょう。まあラムライダー完封できるかこれ、この HP やったらいけるか。はいはいはい、結構いいっすよ相性的には。ペッカー、まあキョスケ出してマジアチャで射抜くとどうだ、熱そうじゃねこれ、先行してくるもん全部耐えてくる。うん、はいはいはい、ユーノなんでゴルナイがいないんだよね、それが熱い。もうなるほど、はい、さあゴルナイ出してあげて、ロリババかないで、はあ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 、まあしっかりとこれ出しといてあげて、うん、さあこのキョスケが残った状態でのこれはいいんじゃないでしょうか。はいはいはい、しっかりとキョスケのダメージ与えといてあげて、いいぞ、はい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 、さあここまでいきましょう。で処理されるんだけど入りそうじゃない。さあ無限のザッピーで守りつつ、いやーそれやばいな、多分ライトニング打たれるかこれ。まあドリル出してけばいいだろう、勝っちゃいそうだな俺このまま。ああそうでもないか、やばい、それはまずい、負けそう、今の今で負けそうになった。
まあ、気をつけ出してあげて、うん、さあ爆弾、はいはいはい、ちょっとやばいよ俺。なるほど、ちょっと待ってね、普通に負けげそう。ライトニングが来るこれ。なんですけど、さすがにもうちょっと見たいじゃんこれ。さすがにもうちょっと見たいんで、おられてほしいです。はいはいはい。これで、まあ、1-1になるじゃないですか。まあ、本当は俺の勝ちだけどね。で、1-1になって、もう一回この残ったデッキを出していくっていうのがデュエルです。はい。で、本当は、これ大会とかだと、そのデッキをさ、組み替えれるんだけど、そう、組み替えれるんだけど、このデュエルモードだと、その組み替えられないっていうのが、まあ、奥が深いってことですね。さあよろしくお願いします。ということで俺のもう一個持ってきたデッキはペッカラムといったところで、はい、やっていきましょう。おっとまさかの、まさかのさっきの逆か、あれ負けたわこれは。最も相性悪くない？俺来季俺の勝ちって言ってるわ絶対。これ俺の勝ちだなって。ちょっと待てよ。ゴルナイだったらな。いやでもゴルナイ切った後の新エタルーフの採用はいいよねっていう、なんかそういう戦略性があるのがこのデュエルモードですね。ペッカってさ、あんま出さん方がいい。さあ、汗かいてるのはケン・スミス選手。で、次あるデュエルのモードが、禁止できるんだよね、相手のデッキを。だからそれもね、また見せます、後で。さあ、ちょっとしっかりやるんですけど、これは、マジで、辛い。頑張って耐えなきゃ。はい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 。きつ。これは、負けです。なのでもうちょっとすいません、あのこの先に未来はないんですよ。負けなんで、はい、これはちょっと折ってもらいましょう。もう一個のね、やつやってみましょうか。その選択と禁止ってやつがあるんだけど、それは今のこのデュエルのやつで相手のデッキも分かった上でこう2個デッキを消せるんだよね。でおそらく見出しだけ、さっき俺はザップとあのロリババとかあそこら辺しか見せてなかったけど、このデュエルモードやるときは自分で分かりやすいように、主軸を、セットしておくのがいいんだけど、その多分、あれ矢の目の出す位置やばいやろ。おい。という感じで、今回は来季がここ取って、この合計で勝者、来季ジョーンズっていう感じですね。はい。っていったところです。ちなみに、これバナー出てないか。このバナーなんだけど、ここで出ますからね。こんな感じで、対戦の時。うん。これ、多分前の動画で言ったけど思うけど、見してなかったんで。デュエルの時出てこないんだね。出してほしいよね。うん。出てたかな？ごめん、俺が見えてないだけかもしれない。次が、この、デュエルフレンドバトル禁止&選択ってやつやるので、デッキを組んできました。来季の方でも動画があって楽しみにしててほしいんですけど、俺はですね、まずこれ全部消さなきゃいけないんか。全部消して、一発目にペースト。で、
コピーして、ここにペーストと。で、今これがデッキがさ、その上にこの顔があるでしょ、これが見出し。今回俺は全チャンピオンでやろうと思うんだけど、これ見て、この1個これ外れだ。スケキンもし外気が消してきたらドンマイって感じ。そう、ゴミしか入ってないからこれっていう感じで、2個消されるんよ。2個消されて使うの1個。まあやってみましょうか。デュエルフレンドバトル禁止&選択。さ、これはですね、本当に今までにない。果たしてこれがめちゃくちゃおもろいかどうかはわかんないけど、まあ盛り上がるっちゃ盛り上がるかもね、企画とかで。うん、なので今後なんかまたクラロワ YouTuber 同士でコラボしたりとかね、うん、やっていきたいですね。ということで、待っていきましょうか。で、これが結果が見えるんかな、この感じで。この結果の見え方良くない？めちゃくちゃ。ね。うん、デュエル。これ、来期だと、あえて一戦目はザップで様子見しに来てるみたいな感じになってるかな。うん。で、まあ、呪文とか被らずみたいなところで、だいたいファイアーボールとかローリングと、まあ、ファイボかな？ファイボの、ファイボが一番呪文で言うと大事だから、ファイボをこう、温存するのが大事。あ、でもね、難しい。その、リーグとかだと、デッキ、この一発目出した後に変更できて、他のやつがね。なんで、このデュエル形式は、組んだ上で戦うから、そこのなんか難しさはあるかもね、っていう。そこの難しさは、マジであるけど、もしかすると俺大会で、あの、今度やるドラフトオールスターリーグって大会のセット2が 1v1 なんだけど、まあ、このデュエルを採用しようかなっていう。見てる分にテンポがいいし、みたいな感じ。さあ、始まりました。相手のデッキを2回、あ、デッキ全部見えるじゃん。ちょっと待てよ。禁止デッキ具。これとこれ。ライキスケラで絶対来るじゃん。ライキ。うわ、これ、中身見えるんかいって今、ライキの全体になってるけど。ゴール内禁止させようとして。俺と考えてると全く同じだから、俺も好きにできや。で、のが選ぶ。俺も、全く同じ考え方してて、ガシ。これもう、お互い絶対笑うだろ、こんなん。マジみやべえ、これトルネードあるじゃん。終わったわ。グッドゲームだ、こんなん。相手スケラだもんね。マジで笑った。同じ考え方してたよ。ああ、おもろっていう感じのが禁止&あれなんで、これすごい面白いかもしれないけど、 BO1 なんだよね、これが。そう、一発勝負だからね、そこがどうなるかっていうところではある。はい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 。まあ処理して、まあこれは処理されちゃうね。いやー、マジでしっかり組んでくれよかったわ。マジでいらねえ、あんなスケキンデッキやっちまったわ。中身見えんのマジでおもろいな。お互い見えない手で組んでたからさ、マジでニヤニヤする。いやー、やべ、これウッドとかぶったのちょっとつらい。まあ一般的にね、トルネでしょこれ。あー、トルネ使ってこない。なるほど、それはなるほど。まあまあまあ、あー、使ってくる。あ、打っていけなかったかもしんないけどね。いやー、これキング起動されたら勝てんよな。とはいえキング起動されないことなんてないしな。どうする、みんな。ケツキョウスケして、圧着いかまえとく。まあ結構このキョウスケホグの形組んで攻めた方が良さそう。ファイブ打ってあげて、圧着い出す。ウリババ延命
はい。トルネは使わなくてもいいみたいな。一発前にない。なるほど。見たことない攻め方した俺。こんな感じでスケラ守って、はいはいはい、深いねそれは。でもいやーダメか、キョスケのあれが残りすぎだな。これ絶対ダメだよね。もうこれはいはいはい、いやもうこんなつもりじゃなかったんだよね。デッキの選択がさ、みんなおかしいやろ。だってチェーンいやもう俺らがふざけたのも悪いんだけどさ、俺らがふざけたのも悪いよけど、遅延スケラとさホグ残ってたもん。涙だよこんなんねえっていう感じのやつだけど、まあどうなんだろうな、これデッキの消し方によっては相性差がすごいかもしんない。うん、これは GG だね。もう俺のホグじゃ勝てません。はい、といったところになるんですが、まあこれが選択&禁止といったところのモードになります。面白い遊び方とかはどんどん出てきそうだし、本当に楽しみだなっていうふうに思います。だこれが、うん、この試合の結果になってるけどデッキ見えるんかいで、デッキ見えるんかいって言ってね。うん、これ感染するとで消すこと、消すとこが選べるって感じだね。このゴルナイかける25って書いてるのなんだこれ。多分これは、なんだろうね。わかんないけど、多分、そっとしときましょう。で、これで相手のペッカ工場と、ホグとスケラだから、スケラは消してよかったよね。スケラ、だからこっちは、持ってきたデッキがホグと、マイティースケラと、もろもろとかだったから、ペッカ工場とホグを残すと相性取れるデッキがもしかしたら多かったかもしんない。っていう考え方になってくるわけだね。あーなるほどね。これ結構面白いかもしんない。スケラは消しとくべきだったっていう感じだね。で、弱いデッキは置いといて、みたいな。まあ、スケラとホグ消せばペッカ工場が絶対来るよねっていうところで、まあ、俺の手持ちのデッキが、ここら辺なんで、まあ、いいんじゃねっていう感じですね。ガチだと俺も、マジで俺もだって感じだけど。はい、でここもね多分で今回こっちのこんな感じ、ここで禁止できるかと思ったんだよ。ここで禁止できると思ったから、俺とライキは戦闘ゴルナイとかスケキンにして隠してやってたのに、そうこんな感じやってたのに中身見えたからお互いお、これマジで打ち合わせなしで考えること同じすぎてマジで笑った。ということで、デュエル BO3 やっていきました。まあ、このね、デュエルモードと、まあ、このバナーの、追加。まあ、あとは、この音量調整機能ですね。はい、このオーディオがこれで、はい、まあ、上げたり下げたりできるっていうのが、機能でございます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。では、おつめしバイバイ。